こんにちは、四万十町立図書館の坂本です。今回は図書館と美術館からのお知らせをします。はじめに図書館からのお知らせです。皆さんは図書館をどのように利用されていますか？読みたい本を借りる、休日や仕事の空き時間に館内で新聞や雑誌を読む、試験期間中に勉強をする、まず思いつくものはこういったことかと思います。しかし図書館にはまだまだたくさんの活用方法があるのです。ライフビス図書館では目指せ図書館利用の達人と題して、図書館が提供するサービスを紹介し、これから皆さんがより図書館を有効的に活用できるようご案内します。図書館は本を借りるところ、自分は本を読まないから図書館には行かないと思っている方はいらっしゃいませんか？図書館はいわゆる本を読むためだけの場所ではありません。例えば何か知りたいと思ったことがあったとき、皆さんはどうしますか？最近はインターネットの普及やスマートフォンを持つ方が増え、いつでも調べられる時代ではありますが、インターネット上にはありとあらゆる情報があふれており、そのすべてが正しい情報というわけではありません。インターネット環境が身近にないという方もいらっしゃるでしょう。また知りたいことをどうやって調べたらいいかがわからないという場合もあるでしょう。年齢や障害などの理由により字が読みづらい方や、日本語以外を第一言語とする方など、赤ちゃんからお年寄りまでそれぞれの方が必要としている情報や課題となることは様々だと思います。これらを解決するために使っていただきたいのが図書館なのです。図書館では利用者の皆さんの知りたい情報や必要な情報の提供、困っていることや課題解決へのお手伝い、これらを図書館サービスとして行っています。もちろんこの図書館サービスの対象者に年齢や国籍などの制限はありません。次回からはそれぞれの具体的なサービス内容をご紹介していきます。続いて美術館からのお知らせです。美術館では7月6日土曜日からアンテンパータン展、絵画の部、書道の部を同時開催します。アンデパンダン展とは、誰でも自由に出品できる無審査かつ無償の展覧会のことです。四万十町在住の方や四万十町にゆかりのある方の作品を展示します。美術館の開館時間は火曜日から土曜日が午前10時から午後5時半、日曜日は午前10時から午後4時半までです。開催期間中はどなたでも無料でご覧いただけます。ぜひ美術館へご来館ください。今回は図書館サービスの紹介と美術館から展覧会のお知らせをしました。図書館、美術館へのご来館をお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。